頑張ろう商店街、頑張ろう鶴岡。アナウンサーの大吾さん見たこと実はなくてその時の印象ってどう？すごいなこれ。維新どうですか、最後の戦いに挑もうと。今函館山、函館に来まして、函館山というなんか夜景が見えるスポットになぜかケンちゃんと2人でこれ来てると、おっさん2人で来てるね。で親父狩りに会うんじゃないかと怯えながらちょっと今この車を走らせてるっていう。おお、すごい、うわうわ、これすごいよこれ。来たー、結構車いますねこれ。あ、ほんとですか。あ、親父狩りはいますねこれ。はい、函館山にやってまいりました。今日ですね、あの国会が終わってそのまま函館に来まして、で夜景が素晴らしいというですね、函館山にやってきましたので、ぜひ皆さんこの夜景見てください。どうですか。すごいでしょ。風があれ、ますか。まさかの。ちょっと二人ですから、ね。ここにいるのが。おっさん。二人で。おかしい。このまま来ましたからね。どうだ。じゃあ混ぜますね。じゃじゃん。何でしょこれ。お。神田さんもいいですよ。神田さん。はい、羊ヘアで。羊ヘアで。ラブヘアラブヘア。ラブヘアちょっといいですか。かっこいいなこれ。ジンギスカン。はい。めっちゃでかい。美味しそう。柔らかい。臭みとか。これね、いや臭みもないんですけど、めちゃくちゃ柔らかい。違う。じゃあ雲です。これ雲ですよ。牛すじみたいになってますね。こちらが雲いただきましょうか。これここに。まずそのままでで大丈夫です。そのまま。はい、そのまま。素材の味食べてみてください。そのままいけと。で行ってみてください。これねそのままいけってなかなか自信ないと言えないでしょ。雲。で噛めば噛むほど味出てきます。クマなんちゃうね。クマ感がすごい。暴れてるだろ。暴れます。ガッシガシだよ。函館駅にやってまいりました。もう今日ねめちゃくちゃ天気いいですよ。でそんなに寒くなかった。ちょこれからあの函館の朝市をやってるということで向かいたいと思います。朝ごはんも食べましょう。行きましょう。ほら来た。これいいですねこれね。ちょっと。ちょっとまだマインドがね。インターバルありますか。マインドが整ってないから。ちゃんと撮ってくださいちゃんと。頼みますよ本当。これほら見てよ、牡蠣ですよ牡蠣。うわ美味しそうだなこれ。どうしよう。見てくださいメロン。食べてますよみんな。朝からメロンですよ。でもねあれなんですよ、イカ食った方がいいんじゃないかっていう話があるんですよ。イカを名産ね。はい、だから函館完結するためにはここでも全部ね食べきってしまうっていう人もこのメロンも食べるじゃないですか。ただ僕たちはあれですから、夕張で夕張メロン食べますから。なるほど、はい、本場ですよ。当たり前じゃないですかそんな。
それでね、いまいち起きてない。まだ起きれてない。はい。カニマンですよ、カニマン。あれじゃないですか、イカ釣り。あれ行きましょう、あれ。あの、なんか、維新どうですかって。僕たちあの、日本維新の会なんですよ。そうなんです、僕。もう今の政治家、俺興味ないから。興味ありません。うん、え、ここさ、こういう。ここさ、こういう。俺が、ここさ、こういう。そしたら応援してくれる、お父さん。まともな人間だ、こんな人してね。ええ。いや、政治思想とかそうじゃなくて、それは分かるんだけどね。僕、うん、人間性とか。そっちだべ。いや、そっちだべ、やっぱり。どっちにも言わなくて、真ん中から、うん、でもこれ結構あの今人は少ないですかね、あの朝一も少ないですね。維新ってどうですか。いや、いいよいいよ、うん、いいよ、こっちお、いいよ、そんなとこで喋ってることに当たり前のことで、当たり前のこと喋ってる。あとはみんなあの人間となんか嘘ばっかりだよ。あ、嘘ばっかり。実は維新に今鈴木宗男さんいまして、そう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 、僕親しくて、まあ、この後会うんですけど、宗男さん、宗男さんってどうですか。いいよ。あの人たちロシアであそこまでやったんだもん。いや、なるほどですね。ただあの、あれがもうあんでもね、こんでもねって国会議員の末からこうなるの。あの女もそちゃこちゃ、はいはい、そちゃこちゃ言ってて、うん、あの北方領土ね、2党4党っていう話、帰ってくるんだったんだよ、うん、今は帰ってこないよ。あ、やっぱりそういうふうに思ってるんだ。やっぱイカ釣り堀ってなんですかね、これですよ。これもやるしかないんじゃないですか、これ。ここですね、ここですね。来ました、釣りましたこれ。先を取ったイカです。生きてました。生きてる。生感がすごい。何が違うんだ、うん、憧れのウニイクラ丼来ました。これね、もうあれですよ、大人食べですよ。いや、こんな贅沢なことしていいのかな、これ。来ますよ、もう。これウニがね、とろけますね、これ。おいしい。おすすめです。これから五稜郭を目指していくと。いい天気ですね。よかった、昨日雨だったのね。うん、いや、これね、僕たち恵まれてますよ。どっちかが晴れ男です。ケンちゃんだな。僕でもか、本当か。ケンちゃん晴れ男な感じするもん。五稜郭タワー着きました。行ってみましょう。見てください、土方でしょ。これ榎本じゃないですか、これ。あ、すごい、すごい眺めいいですね。おお、すごい。ああ、これですよ。はあ、すごいきっちりこう星形になってますね。でもすごい街が広がってますね、やっぱり、ね、函館ちょっとこう昨日ね、あのちっちゃな街じゃないかって言ったんですけど、結構やっぱり広いですよね。人口も多そうですし。
見てください、土方さんいます、ここに。似てますね。似てないでしょ。ジャンルこっちですね。ジャンル。あの五稜郭公園ですね。五稜郭跡ということで行ってみたいと思います。函館奉行所、うん、行ってみましょう。こんにちは。これ奉行所ですよ。これ本当だ。これか。だからあれですね、戊辰戦争の時にもここはだからこのまんまなんですよね。でここでこう何て言うんですか、みんながここにこう集まって戦った。だから他の建物ってないわけですよね。解体されたんだ。一回ほら見てください、1871年に解体されてますよ。で復元されたっていうことですね。え、結構人いっぱい来ます今日とか3連休。普段朝方なので、ええ、緩やかなんですが、ええ、この間のお休み中なんかかなり人も入られました。あ、そうですか。それはこれまでの今年の中では結構上の方ですか、その来てる人数的には。あのいろいろと漫画の影響が新しくてかなり盛り上がってて、ね、漫画なんて漫画ですか。それゴールデンカムイ。あ、ゴールデンカムイ。そうですそうです。あ、ゴールデンカムイって今流行ってるんですか。めちゃめちゃ流行ってます。またですか。え、ゴールデンカムイって昔のやつですよね。いや、新しいやつ。新しい、そうです。多分カムイが古いやつ。すいませんね、すいませんね、なんかね。え、手振ってます。手振ってます、はい、真ん中らへん振ってますね、あれね。やなちゃん、ちょっともう一回振る全然振り返してくれない。逆にやめたんじゃないですか、こうやって振って全くですね、仕方です。どういうことですか。自分が始めといて。赤富士のような山ですね。羊蹄山ですこれが。羊蹄山。羊蹄山。羊蹄山ね。よくご存知。ちょっと待ってください。何も知らないんですか。知り習いました。もちろんもちろん僕ね。本当どうしちゃ。立命館でしょ。立命館中高大。本当に立命館でしょ。本当そのちゃんと卒業証書ありますんで。それちょっと学歴詐称ですか。羊蹄山ですよ。羊蹄山、ね、こっち目で聞きました。チリですよ、チリ。本当ですか。はい、北海道はですね、余市に着きました。もう日が欠けそうになってるので、ちょっと時間長いんですよね。アプローチがかなり長くて、車に乗ってましたけど、もうちょっと僕は爆睡してたんで寝起きなんですけど、何があるかちょっと行ってみましょう。これでもあれだな、これ地元の人結構いますね、ここ。うん、ねえ。あ、知ってます？維新どうですか？違う違う。今晩時代劇が始まった。あ、時代、あ、これ時代劇っぽかった。なんか NHK の大河ドラマで。大河ドラマ維新どうですか？良い市からお届けします。なんと、ちょっと今までの話の流れとはちょっと違う答えをいただきましたけど。爽やか、ね、爽やか。僕のこと、もうあの松井さんが爽やか。あ、松井さんが爽やか。これ初めての意見ですよ、これ。ありがとうございます。あ、主治医っぽい。もう主治医って言われました。今婦人科の真ん中かなって。真ん中かなって思ったな。鈴木宗男さんとか知ってる。ほら、鈴木宗男さんは知ってる。でも鈴木宗男さんが維新だということは知らなかった。これ知らなかったです。鈴木宗男さんは好きですか嫌いですか。好きですよ。お、好きです。どっち。いいねで。いいねで。なんかお母さんもうそれで勘弁してみたいな。いいねで。ありがとうございます。頑張ります。
小樽にやってまいりました。ちょっともうここでね、サクッと聞いていきたいと思いますんで大丈夫ですか、げんちゃん激突しました。ここでね、ビシッといきますよ、ビシッと。こんにちは、維新ってどうですか。ありがとうございます。もう速攻ですよ。観光ですか。シンガポールから。巣鴨から。東京の東京のシンガポール。あ、シンガポールから。シンガポールから。日本語うまい。少しで来ますよ。ああ、僕もシンガポール大好きですから。あのリー・クアンユーね。この意味はあのリスペクトして、これ縦断中なんですけど、あの日本維新パーティー、あの日本ジャパンイノベーションパーティー、ポリティシャン、ポリちゃん、ポリちゃん、ポリちゃん、え、Yes、I respect リー・クアンユー。OK。Thank you。ありがとうございます。楽しんでいってください。あ、嬉しいですね。見ただけ。見ただけですよ。見ただけですよ。見ただけ。ダメですよ。ダメです。ダメです。あれおしゃれですね、あそこね。いいですね。若干寒くないですね。寒いですけどね。いいと思います。あそこ相当おしゃれですよ、あれ。ねえ。ここでビール飲んで。あのちょっと遠距離法でやってません。遠距離法で聞こうとしません。でも日本じゃないかもしれないですね、ちょっと。あ、ありがとうございます。日本の方ですか。あれ今おいくつですか。あ、ちょっと聞いていいですか。あの維新どうですかって聞いてるんですけど。あ、すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ほらもうき、あ、あれ、あ、さっき会った。あ、ほんまや、あ、せや、お母さん、お母さん、あ、お父さん、あ、さっき会った、ほんとや。あれ、どうしたんですか。また一心どうしたんですかって。婦人科の先生、婦人科の先生。そう、僕、あの婦人科先生似てるっていう、さっきお母さんから言われて。じゃあ、お父さん、一心どうですか。一心いいよ。お、ほら、お母さんはね、はっきりしなかったけど、お父さんもいいよって。ありがとうございます。すごい縁ですよ、これ、本当に。ありがとうございます。すごい奇跡的な。いや、もうね、まさか、余市で会った方ですね。プロにやってまいりましたね。ついにレジェンドを登用するということで。レジェンド、うん、雨なんですけどね。大丈夫ですかね。しかもね、もう寒い。しかも夜風も結構6時になろうとしてると。ここにレジェンドを呼び出してそんなことさせていいのかって思います。大丈夫ですか。いや、わかんない。もう二度と口聞いてくれないから。失礼なんですかって。そんなこと言う人じゃない。あ、これ大通り公園ってここですね。これね。はい、札幌に着きました。もう夜なんですけどね。この後ここにレジェンドが来るというんで、ちょっと場を温めておきたいと思いますが、これあれですよ、大通り公園ですね。で、あれがテレビ塔ということで、もうでも時間映ってますよ。5時半なんですけど、でもね、めちゃくちゃ寒いんですよね、これね。ちょっと頑張りましょう。なんとか、レジェンドが来るまで。温めておきますから。でもね、ここね、みんな通過していくから、ちょっと難しいかもしれない、ここ。うん、うん。よくわかりません。よくわかりないです。すいません、ちょっとだけアンケートいいですか。ちょっとだけアンケートいいですか。いいですか。あ、いかがですね。すいません、いってらっしゃい。都会の壁だ。ここ都会ですよ、これは。どこかで見たことのあるやつですよ、これ。湿気なのか、はい、そうでないのかよくわかんない。わからない。どうも維新って言ったらね、ええ、どうもあの大阪のイメージがあるよ、ね。はいはい、ありますね。うん、北海道はあまり馴染みないのかなっていう感じは。でも北海道に実は維新の議員がおりまして、はい、ご存知ですか。え、いましたか。実は今あの鈴木宗男さんが、あ、宗男さん、そうか、今維新。宗男さん今維新なんですよ。宗男さんってどうですか。いや、僕は好きだ。あ、どっちでもない。どっちでもない。わかりません。杉村さん好きですか。
ありがとうございます。維新の会がわからないです。北海道に維新の会の議員がいるんですけど、ご存知ですか？鈴木宗男さん。あ、なるほど、はい、維新の会は知らないですよ。宗男さん、先生、お疲れ様です。先生、お疲れ様です。いやいやいや、レジェンド、レジェンドじゃないですか。宗男先生登場しました今。どうも、お疲れ様です。鈴木宗男先生です。ありがとうございます。あれ、今朝函館駅着いたの？あの昨日の夜です、ね。夜入ったの。函館から、うん、おしゃまんべ。おしゃまんべ、はい。おしゃまんべから、はい、太平洋を来て、おしゃまんべが上上がったり。上上がりました。はい。4階がね、いやだから今日もあれで函館の朝市で、うん、あの朝市回ったんですけど、うん、そこでインタビューしてたら、はい、ほとんどの人がやっぱり宗男さんのことはもうみんな信頼してると。いう話だったんですけど、でも維新はよくわからないっていう方が多かったですね。でもどうもね、やっぱりね、北海道はやっぱり関西に対しては馴染みないんですよ。ないですね。そうですね。大阪の方じゃないのとかっていう方も、うん、東京は知ってるんだけどね、関西となると今維新になっちゃうんだな。でもあれですよ、やっぱり全道でやっぱり宗男さんの名前はみんな、まあ、もちろんご存知なんですよね。おかげさまで、ね、知名度があるわな、ね、ここ。よし。こんにちは。すいません。ちょっと時間いいかい。知ってます。ま、鈴木宗男。もみ出してる。ちょっとアンケートいいか。イメージが湧かない。湧かないですよね。うん、なんか維新についてなんか知ってることってあります？そんな詳しくはちょっと、うん、なんか、ね、大阪だとか橋本さんだとかこうなんか、いやっていうよりかは鈴木宗男さん、鈴木宗男さん、ありがとうございます。宗男さん維新だって知ってました？あ、いいねかうんか、あ、いいねでしょう。いやいや、ありがとうございます。入れましたよ、これ。あ、やってくれそうな雰囲気がある。期待がある。わ、はい、かんない。あ、無理そうです。ありがとうございます。いつもすいません。ありがとうございます。ちょっとアンケートいいですかね。いいですか、はい、そうですか。なんか元気がいいと、元気がいい、もう宗男さんが。ありがとうございます。やっぱりね、レジェンドですよ本当。あ、こんにちは。どうも、ありがとうございます。ちょっと嬉しい。ちょっとアンケートいいですか。どっち、こっち、どちらかというとこっち。宗男さんだからいいねにしようかな。宗男さんがいるから。勢いはある。勢いはある。勢いはある。で、なるほどですね。頑張ってほしい。頑張ってほしいですね。ありがとうございます。ね、鈴木さん今維新の会にいまして。ああ、マジですか。維新の会、あ、やっぱ知られるんですね。維新の会。維新の会ってどうですかっていうアンケートって。こっち。ちょっと2、3分以外。ちょっと言う、ちょっと、ちょっと、はい、みんなも集まってきて。二択ですか。うん。二択で。僕、優柔不断なんで、うろちょろしてるんですよ。うろちょろしてる。それから、宗男さんはもう一択だけど、でも政党としてはちょっとこう。そうなんです。でも、やめるのももちろんいいねで。うん、そうですね。宗男さんがいるからね。実は、鈴木宗男さん、今、維新にいるってご存知でした？もちろんです。あ、さすがですよ。もう毎回、毎回もう、熱烈じゃないですか。です。もう大人気じゃないですか。いやいやいや。大人気ですね。スローやっぱりね。ちょっと、ちょっと2、3分いい、アンケート。アンケート、アンケート。宗男さん、宗男さん。ちょっと、アンケート。2、3分。2、3分あんね。維新の会、いいねかうんか、どっち？いいね。いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります、頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。すいません。ああ、やっぱりね。はい。それね、ちょっといいか。ちょっとね、宗男さん好きだけど、ちょっとよかったら。カメラには映りたくないっていう人が多いですから、それは。ね、どうもすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりね、宗男さんね、みんな手振ってくれますから、ね、いやいやいや、向こうからね、僕たちとみんな逃げていくのに、宗男さんだと向こうからね、握手を求められる。いやいやいや、これね、いやいや、他の議員だとなかなかない現象ですよ、これ。ありがとうございます。どうも、申し訳ないけど、どうも。山本さんに
北海道来てもらって嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。また来ますんでよろしくお願いします。皆さん、柳さんよろしくお願いします。ちょっと問題が発覚しまして、緊急性です。うわっ、思い出広場ですよこれ。いいねかうんか、お父さんどっち？